方の大軍が遥か南太平洋の彼方にある火山の火口へ入っていった。全員集結終わりました。目標は日本だ。合金悪魔軍団を倒せ。チョコマツ、ちょっと待っててもらえよ。おい、早く着替えちまえ。ミキ姉ちゃん、いいよ。バスの用意ができ。おお。いや、うちのマネージャーって。チョコマツ、ちょっと。あ、どうどう。ちょこちょこと落ち着いて話せ。この青空園の仲間たちには父も母もいない。だが、みんな元気。先生、お願いあるんですけど。どんなこと？明日の決勝戦はちょうどたけしの16歳の誕生日なんです。たけしくんの。そうだったわね。だから明日は絶対勝って優勝と誕生パーティーを盛大にやるんだって大張り切りなんです。わかったわ。それじゃ盛大にやらなくちゃね。うわー、感激。ねえ、みんな聞いて聞いて。明日はね、たけしくんの誕生日。そうだ、あの人は確かあの時。名前はたけし。今日が誕生日。16歳になれば必ず迎えに来ます。それまでお願いします。そうだわ。あの人だわ。あ、なんだありゃ。なんだいって結構出して、何事じゃ。今さ、向こう光るもんが飛んでた。どこじゃ。もうとっくに倒れすぎちゃったよ。なんて言ってたら。それがさっきの試合中にも見たんだよ。さっき？そうだ、UFO だよあれは。UFO だと？きっとそうだよ。 UFO ね。チョコマツだけに見えたっちゅうことはチョコマツは宇宙人かもしれんぞ。チョコマツが宇宙人？それ情けない宇宙人だな。これは読んだ通りよ。明日はあなたの16歳の誕生日。もしその手紙が本当だとしたら。やだ。え、誰が行くものか。俺の家はこの青空園だ。俺の母さんは園長先生だ。ミキペア、ゴロヤンや、チョコマツや、みんな俺の兄弟なんだ。ねえ、そうだろ、園長先生。嬉しいわ、たけし君。先生だって自分の子供だと思ってるわ。だからこんなもの問題じゃないよ。でもね、たけし君、もしお家の方が迎えに来てくださるなら。どうしてくれよ、先生。先生は俺を追い出したいのか。いいえ、そんなことないわ。じゃあなぜそんなこと言うのさ。俺のお母さんがそんなこと言うなんておかしいよ。
たけし君。誰が帰ってなんかやるもんか。ここへ着いたら急に大雨なんて。また来たの。もう中止って決まったんだから諦めて帰りましょう。他の子たちはバスに乗って待ってさ。俺はもうちょっといるから、みんな先に帰ってくれ。でも、たけしみくん、誰かが迎えに来るかもしれないじゃん。え？あ、たけし、迎えに来る人がいるんなら、わしら喜んで送り出そうと。バカ野郎、つまらないことを考えるな。たけし、たけし、あの光、だんだん大きくなってくるわ。チョコバスが見たっていうのは、あれか。たけし、空を見ろ。あ、逃げるんじゃ。何がなんだかさっぱりわからない。見て、夢なんかじゃないよ。そうです。誰だ。あんたはお約束通りあなたをお迎えに上がりました。なんだって。大アポロンとして立ち上がっていただくために。大アポロン、それは一体何だ。はじめからお話ししましょう。私とあなたはアポロン星人なのです。アポロン星人？あよう。我々のアポロン星はこの地球より3億光年の向こうにあります。そのアポロン星の王、キングアポロン様があなたのお父様。俺の親父が王様だって。私はそのおそばに仕えていたもので、ガビと申します。で、親父、そのキングアポロンは？お亡くなりになりました。死んだ？殺されたのです。殺された？誰に？ダザーン軍団のために。ダザーン軍団？ダザーン軍団？
暗黒星の悪魔ダザーン軍団はかねてから我がアポロン星を狙っていました。それを知ったキングアポロン様はエナルギーハートとキーエナルギーの2つからなる超エネルギー発生吸収装置をお作りになり、彼らの動きを抑えようとなさいました。ところがダザーン軍団が突如アポロン星を襲ってきて、激しい戦いの末ついにエナルギーハートは奪われてしまったのです。でもう一つのキーエナルギー、それはあなたの胸の中にあります。え、俺の胸の中？はい、あなたの胸の日輪の印の下に。そんな印なんか俺にはないぞ。これはその日輪の印こそ大アポロンとしての力を持った印なので。そんなの勝手だ。いいえ、これがあなたに与えられた使命であり宿命なのです。ハギシ、これはお前の親父の敵討ちや。一刻も早く大アポロンとして立ち上がり、ダザーン軍団よりエナルギーハートを取り戻して、地球の、いや宇宙の平和を守ってください。ガビ、どうした？あのスイッチを。みんなこの日のために用意しておいたものです。必要な時には私がお教えします。よろしいな、大アポロン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 。タクシー、お前夢じゃない。そうじゃ、夢じゃないじゃ。タケシは大アポロン、俺たちは大アポロンの仲間。頑張ろうぜタケシ。よーし、やろうぜ。この大アポロンの敵ダザーン軍団はすでに地球侵略本部で発進の準備を進めていた。移動、七首ジーガーはどうだ？あ、いつでも出動可能です、ギュアニック様。よーし。おお、ダダン総統のお出ましですが。ギュアニック、宇宙でわしが一番欲しかった緑の地球を手に入れる時が来た。はい、わかっております。アポロン星人の生き残りが日本にいるのは確実です。必ずキーエナルギーを手に入れてご覧に入れます。その時を楽しみに待っておるぞ。はっ、直ちに発進いたします。届いたんだ。クリアインです。よーし、わかった。
行くぞ。いやみんな、乗ったか？乗ったわ。よし、行っちゃってれ。よし、行くぞ。アポロン製のやつらめ。発射！わー！よくば！アポロンヘッドトラングレッカーです。アポロンヘッドトラングレッカあの3体のロボットと。ガッシです。アポロンボール。
正体を暴いてやるぞ、ルナオシド。軍団め、俺の育ったこの日本を俺の生まれたアポロン星のようにはさせないぞ。たかしの胸にある非エナルギー、死の残したエナルギーハートをめぐって地球の侵略者ダダン軍団との宿命的な戦いは始まった。